はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。三国志 13BK、プレイをやっていきたいと思います。前回までにですね、まあ呂布で、プレイをしたもののあっけなく不甲斐ない結果に終わってしまったわけなので、今回はですね、まあ、ちょっと一から勉強し直そうということも兼ねて英傑伝やっていきましょう。で、英傑伝、まあ、本編って言ったらいいのかな、に関しては、実は三国志13の時にプレイをして、当チャンネルでも配信更新をしましたので、今回は、三国志13になかったこの PK の要素で加わっている英傑伝外伝、こちらをプレイしていきたいと思います。では早速始めていきましょう。定山の長子竜、押して参る。これはこれは、三国志13の新しいプレイスタイル、異名ですね。で、今回は侠客として異名を天下に示すというのが、どうやらこの英傑伝外伝の一つのチュートリアル的な要素になってそうな感じですね。はい、というわけでまず異名画面を見てみましょう。画面左上、武将の顔の右側にある異名を選んでくださいということですね。で、この画面では異名の系統を選びます。異名系統には、在野用の2系統と勢力所属用の4系統、計6系統が用意されていますと。早速じゃあ異名を選択していきましょう。で、この画面で異名の系統を選びます。異名系統には在野武将用の、まあ、先ほどと同じですね、全部で6系統ありますよということです。で、今回は先ほどあったように今在野なので商人なのか侠客なのかどちらかしか選べないですよね。なので侠客を選んでいきましょう。で、これが侠客の系統の全異名です。私兵を率いるにはこの中にある遊侠を名乗る必要がありますということになってますね。じゃあその遊侠がどこにあるかというと、どこにあるんだ、遊侠は一番左、まあデフォルトで遊侠なんですね、一番最初は。で、私兵を集め出陣ができるようになりますと。で、今多分選べてないので選んでいきましょう。いや、選べてるのかな、
まずは在野武将であるは達成していて、同志を編成するっていうのが残ってますね。獲得条件の2、これを達成すれば遊興が名乗れるということだ。よしよし、じゃあ同志を集めに行きましょう。でここでは行動を共にする同志を編成、同志に加えたい武将を選んで同志編入で三角ボタンで確定と。なるほど。同志には主人公の絆武将に加えて、彼らと絆を持つ武将のうち主人公と面識のある武将も加えることができます。同志を結成すると主人公と同志武将が全員同志効果を受けて強化、同志武将の異名の種類で増える能力の種類がさらに名声の合計で増える能力の数値が変化していきます。では早速加工欄を同志に編成し決定してみましょう。同志に編入、これで同志に入りましたね。やるとしよう。でこれで遊興の達成条件が満たされたので名乗れるようになるわけですね。では早速名乗っていきましょう。お、選べるようになってますね。で何ができるかというと、まず歩兵ができるようになります。私兵兵力の上昇と、あと巡行で兵糧とお金が獲得できます。で勧誘で絆武将をゲアさせて同志に入れることができますということですね。長雲の実績が広まり、新たな異名として遊興の長雲と呼ばれるようになりました。どうなんだろう、遊興の長雲ってなんかあんまかっこよくはないですけどね。以下が実行可能、先ほど見ていただいた歩兵巡行含有、この3つですね。で、遊興となったため紙幣が、まあ、約1100集まりましたということですね。まあ、1100じゃまだ何もできないけど、では訪問してくれということなので訪問していきましょうか。同志のもとを訪問していきましょう。お、三足族が現れましたね。お、カウンが来た。水産だり、お任せあれ。定山の超支流が相手だ。一騎打ちだな。命が惜しけりゃそこをどけ、そこをどけ。技量の差もわからぬか。超支流の槍、ま、正直言って何もしなくても勝ててしまうような、そんな相手ではありませんが、はじめまして、定山の趙子龍です。お初にお目にかかる。すまん。
ありえぬ。お、ここで関を是が非でも味方にしたいっていう、なんかこれはこれでものすごい勢いを感じるけどな。なるほど。ではまずは絆を結んで、間違いなく関を同志に引き入れようということですね。では早速新書使っていきましょう。で今見ていただいているこの画面が新書画面ですと。新書を送ることで自身と面識がある武将同士の交流を促します。絆武将を選択し、新書送付を実行後にその武将と絆を結ばせたい武将を一覧から選択。一定期間の後、絆を結ばせることができます。自身の絆武将と他の武将に絆を結ばせ、絆武将を引いては自分の名声を高めることもできますよということですね。各位名の獲得条件でもある。では早速加工欄とカウンの間に新書を送付して時間を進行してくださいということですね。ではまずは新書を送るのがこの加工欄と関羽の間、送れるのが関羽ですね。今関羽しかいないので関羽が選ばれることができますというところですね。加工欄の関羽の中を取り持つため、新書を双方に送りますかということで、10日間になってますね。送りましょう。で新書を送ったのでこれで時間を進めていきましょうか。今は特にコマンド系はできませんね。イベント進行中なので、この絆成立までは何もできなかったと。でここで新書によって名優になりました。趙雲の名声が2から3に上昇でこれで関羽同士に加えることができるわけですね。では早速訪問していきましょうか。同士にまずは編入で確定を先にさせましょう。でその上で訪問しろとまで言ってましたよね。訪問します。承知いたした。難しいか。さあこれで先ほど使えなかった歩兵コマンドが使えるようになったっぽいですね。早速じゃあ遊興から歩兵を行っていきましょう。どれだけ歩兵するかですが、まあ2500マックスでやっちゃいましょうか。申し上げる。承知いたした。自分でも防衛しちゃおう。やるぞ。やるぞ。で今防衛が進んでいますね。紙幣517が集まりましたということですね。兵は集まったと言われても500しか集まってないんだけどな。なるほど、兵糧も必要ですね。確かに。
すまない。で、今度は巡行をして都市の民を助け兵糧を得るということを、じゃあやっていきましょうか。早速やるぞ。さあ、どんな問題が起きる。兵糧が4240に、お金が1060か。悪くないね。ごめん。で、ここで南皮に出兵を願いたい。なぜ。ではまず先に南皮に出兵で、ね、よしよし、じゃあ行きましょう。なんと、よし、では早速出兵しましょう。で、武名の合計を4000以上にするのがこの侠客の、まあ、最高位の高みなんですね。ここで私兵兵力が難なくプラス5000されました。ありがとうございます。で、兵糧も2万いただきました。ありがとうございます。ではこれで南皮へと出兵していきましょう。で、武名の依頼が来ているということで、これが南皮への出兵のことなんでしょうね。武名依頼は発生している都市に出陣して受注できます。武名依頼を達成すると武名が上昇するほか、報酬としてお金、兵糧を入手。勢力の全都市の武名が高い状態で、その勢力からの武名依頼を達成すると、その勢力が畏怖状態になり、定期的に貢ぎ物を送ってくるようになります。最高じゃないが。では、早速縄文から出兵していきましょう。で、今回はどこに出陣するかというと、目標が、南皮。どこだ？場所がわからないけど、南であることは間違いないよね。ここだな。まあ、自動編成でいきますか。長雲隊に加工欄を加えましょう。やるぞ。行くぞ、超支流に続け。ちょっと環境設定だけ見直しておきましょう。自動セーブはしないでいいですよね。大丈夫かな。この辺りも大丈夫ですね。はい、では南皮へ進んでいきましょう。南皮って呼んでるけど、南皮って読み方は合ってるのか。そもそも南皮合ってますね。まだ誰も治めてないか、ここに関しては。技術は兵器強化の書を持ってますね。集落がいくつかある。ここを自分の基本本拠地にしたいな。
あとはこの巨録ですよね、今黄金堂が収めている聴覚、ここをね取りに行きたいですよね。ここは文化施設強化賞を持ってるかな。我が槍にかけて。なるほど、さらに軍を進めろと言われてもな。ちょっと都市情報を見ていきましょう。今黄金堂聴覚がいるのがこの巨録にいますよね。で今回の攻略目標が同じく聴覚軍の平原、ここを抑えに行かなきゃいけないと言いつつ、結構兵力差があるんじゃないか。7500だもんな。で巨録も18300持ってるでしょ。危険極まりないけど、この高々8000で攻められるのか。いくら趙雲と関羽がいるとはいえ、まあ、一応じゃあ平原に軍を進めましょう。敵は出てこないか。出てくるね。超支流、我が槍にかけて。いやー、この7500相手に8000で城攻めができるんだろうか本当にっていう疑問。まあ確かにね、関羽と趙雲っていうね、三国志史上でもトップ5に入る2人がいるといえばいますけどね。かしこまった。みんな一気に勝負を決めようぞ。でここは敵に本拠地を突かれる恐れがあるので、まあ、それを避ける意味で敵を迎え撃ちましょう。で一騎打ちか、まあ、一騎打ちが発生してくれれば安心感あるな。一撃。おえ、かしこまった。定山の超支流押してまいる。いや、これでも食らえ。せい、やられたか。承知。関雲長の軍、戦慄とともに死ぬ。まあ、ここは城門が結構やっぱり硬いね。定山の超支流押してまいる。かけよ。
山の超支流押してまいる。よし、これで敵は撃滅したので、これでナンピは収めたかな。ナンピから平原まで収めましたね。聴覚のあなたに対する親近感がマイナス22になりました。なるほど。なんか聴覚変なポーズして、なんか光の波動みたいな放ってるけど、大丈夫なのか、そんなやつに歯向かって。さあ、武名依頼を達成したので武名が30上がり、所持金が1000、兵糧が200増えましたということですね。協力を攻める前にもう少しやっておいた方がいいのかな。そしたら、では部隊を解散し、中山に帰還した後、協力に向けて出陣しましょう。各地に武名依頼が発生しているので、巨鹿に出陣する前にそれらで腕試しをしても良いでしょうということですね。ではまずは、何はともあれ、趙雲勢の解散をしましょう。で早速歩兵をしていきましょう。軍勢の数が全然足りないからね。報告します。やるぞ。で巡行と歩兵が終わったら、そうだな、どこに出陣していこうかな。イベントが発生しているところに行くべきですよね。そうなると何匹かな。またあとは平原にも出てるね。この辺りでちょっといくつか確認しときまし、獲得級確認しときますか。ここでもなんか起きてるね。ここにはどんな命令というか、そのイベントが起きてるかっていうのはどうやって見るんだ。情報で見るんでもないし、都市で見るのかな。異名が今起きているところは多分吹き出しが出てるところなんですよね。でここでは異名依頼は見れないか、行かないとわからないですね。関羽の歩兵が終わったら出陣していきましょうか。そしたら今3分の1ぐらいまで来てますよね、関羽の歩兵が。いや、関羽の歩兵など待たずとも良いか。巡行が終わって
南比にもう一回出陣しておこうかな。そしたら関羽の歩兵がもうすぐ終わるな。では。出陣していきましょう。まあ、南比にもう一回ちょっと行ってみてみますか。行くぞ、超支流に続け。南比でのそのイメージ目標みたいなのが何なのか。槍にかけて。結構多いね、13,300か。まあ、正直言ってほぼ何も考えずに戦っても勝てる気はしますけどね、族程度であれば。敵も正面からぶつかってくるだけだろ。むしろ敵の本拠地を一気に狙うっていう感じになりそうだな。敵もこちらの本陣をついてくるのか。ついてくるね。これはちょっとまずいかな。本陣をちょっと守りに行きましょう。気を入れよう。ここはしのぐぞ。いや、これでも食らえ。定山の超支流押してまいる。いや、これでも食らえ。関雲長の軍、戦慄とともに死ね。かけよ。ちっ、やられたか。さすがだな、関。圧倒的じゃないか。承知。趙雲よりもね、やっぱり強いからな、関の方が。しのぐぞ。定山の超支流押してまいる。気を入れよ。ここはしのぐぞ。減り方がえげつないな、敵の。気を入れよ。でさらに趙雲に関羽が加わったか。決したな。よし、これでまた名声がとどろいたんじゃないか。では帰りましょう。こういうことをまあ繰り返していく感じになるのかな。で、強力を攻めると。
兵がまた1万になったら、じゃあいよいよ巨鹿を攻めてみますか。今のこの軍勢の数で、まあ、太刀打ちできるのかというのはありますけどね。じゃ あここで都市に移動して歩兵をちょっとだけしておきましょう。申し上げる。承知いたした。兵はマックスの1万を率いていきましょうね。ちなみに今どうしてさらに何かできるんだろうか、ちょっと見てみますね。新書が今送れる状態になってないのかな。新書が送れないね。さあもうしばらくするとカーンが歩兵を完了しますので、まあ、そしたら巨鹿に出陣をしていきましょう。この軍勢の士気がね、移動してるだけでやっぱりちょっと落ちてはいくんですよね。で聴覚はなんだ、7000しか兵がいないな。これだったら力攻めでどうにでもなるな。援軍が来なければの話ですけどね。で、お、敵は援軍が来るね。まあ、城門を突破すればこの程度の戦力差であれば十分に撃退はできるかな。しかも城門を守ってこないね、敵は。まあ、さっさとここは突破しちゃいたいけどね。城門は軍神も使っちゃおう。まだ溜まってないか。お、ここでやっと敵の守備隊が来たね。軍神は6必要か。今5しか溜まってないで、もうちょっと待ちますか。これで今溜まったはずなので、軍神を使っていきましょう。いやー、軍神さすがだわ。あとは聴覚の首を取りましょう。承知。ちょっと心配だな。本陣が落とされる可能性があるんで、敵の将を追いかけましょう。ちょっとな、いけてない采配になっちゃってるけど、まあしょうがないね。定山の超支流押して参る。守りを固めよ。耐え抜くのだ。ここまでか。天よ入る。まあ大丈夫かな、ここまで来れば。
いやいや、カンウーとかマジ強すぎだろ、本当に。いやー、前回呂布であんなにあっけなく敗れたのが恥ずかしいな。よく来てくれた。お聞きくだされ。なんと、すまない。我が槍にかけて。はい、というわけで、ここで英雄伝外伝の一つ目クリアしましたね。次回はこれ銅鐸っぽいのがもう画面出てますが、共有焦点呼び方合ってますかね、こちらをプレイしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。